はい、おはようございます。あ、おはようございます。あの、坂の金森隆さんですか？違うんだよ。あ、違うんですか？違うっすね。最高兄さんですね。最高兄さんです。最近インスタで本当活躍してますよね。いやいやいや、そんなバスです。3ほどではなかですよ。いや、今日久々の2人で。そうね、超高ですね。まあ、ゆっくり喋って久々ね。本当ですね。 YouTube 忙しかろうっていうのは。はいはい。今日は逆に1本動画を撮れてないね。そうですね。そうですね。いや、しかも地元も実際一緒ですもんね、自分とは。まあ、最近ゴジャップ作ってん。いや、そうですね。この間本当ゴジャップ、あれが久々やったけどね、自分ガイドバスとランバイ関係が久々。こう、まあ、地元っつったら地元の意見になるつもんね。まあ、そう、久々でしょ。でも本当に久々。さあ、じゃあ今日は釣っていきましょうよ、うん、でかいの一発。今日はマジ1本撮ろう。はい、撮りましょう、うん、ってことでやっていきましょう。えい、記念すべき YouTube で言う。これからいくね。風邪ひいて咳しまくって喉枯らしたんで聞き取りにくいかもしれないですけど、一本釣りだろうな。今日は頼もしいゆうたろうくんがおるけどね、まあ、最悪俺が釣れんでもゆうたろうくんが釣ってくるやろ。バラしたー、バラしたー。うわ、うそゆうたろう、来たぞ、釣れたぞ。やべ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 、まだ釣れてない。釣れたクラッシュラインフィッシュ。サイズは小さいですけどクラッシュラインフィッシュできました。この間のリベンジ成功しました。サイズは3号ぐらいかな、ちっちゃいですけど、プレスのリモードで釣れました。最高です。お、あ、すげえ、何の思いも。おお、
うお、食った。ちっちゃ。はい、見せました、ラッシュナインフィッシュ。いや、めっちゃ元気持ってた。最初3回チェイスあって、4回目でまた通したら下からボンって出てくれました。30ぐらいかな。元気のいいバスです。バスです。